透明な雨の中の街でランデブー、運命も無視して歩いてく。君の足跡がどこにも見当たらないところで目が覚める。透明な雨の中の街でランデブー、運命も無視して歩いてく。君の足跡がどこにも見当たらないところで目が覚める。皆さんこんにちは。今回シンセサイザー V にとんでもない機能が追加されました。2013年11月24日、12月18日に少し更新されましたが、バージョン 1.11.0 ベータ版ですね、こちらで追加された機能です。はい、プロ版のみではあるんですけども、オーディオトラックでのボーカルMIDI変換機能というのが追加されました。これは歌声の音声データを取り込んで変換を実行するだけでMIDI変換をしてくれるんですが、メロディーはもちろんピッチ調整して歌詞まで一緒に取り込んでくれるという夢のような機能です。はい。音声合成ソフトを使用した時に、時間がかかる部分としては音入れだったり、音入れした時の調整部分だと思います。はい。まずメロディーをキーボード入力していきまして、その後に歌詞入れをして、歌声を聞きながら微調整をしていきますよね。このMIDI変換機能を使えば、この部分の工程をかなり省略できるのではと期待しています。そんなボーカルのMIDI変換機能ですが、実際本当にそんなことができるのか、できても精度が低かったり、たくさん修正が必要じゃないのかっていう疑問が出てきますよね。はい。今回はその機能がどこまで精度の高い機能なのか、実際に使用して検証していこうと思います。では行ってみましょう。では更新内容を一通り確認していこうと思います。今回のですね、11月24日に、更新された、これベータ版ですね、バージョン 1.11.0 のベータ版っていうことですかね。はい、リリースノートの方を見ていきますと、新機能として、こんな5項目くらいあるんですかね。ここの上の3項目は ARA 機能に関しての、新機能ですね。で、一番下はスペイン語が使用できになりましたと。で、今回の、紹介するのがこの機能ですね。自動処理、オーディオトラックでのボーカルMIDI変換機能を追加しました。これ、プロ版のみですね。ということです。あとは機能強化とかありますけども。この動画を編集している最中にですね、ベータ版2というのに更新されたようです。はい。言っても、MIDI の変換機能に関しては変更はないようです。はい、その他の機能で多分不具合があったんでしょうね。そこら辺がこう修正されているような、感じだと思いますので、実際はこのベータ版2という方をダウンロードしてご使用ください。はい、こちらベータ版になりますので、普通に、このインストールされているもののアップデートの確認をして、いつも更新をしていくと思うんですけども、その方法では、入りません。ここのサイトからですね、サイトからダウンロードをしなければいけないので、ダウンロードするんですけども、注意事項ですね、こう入れる前に注意事項として、こう表示させるとですね、開発途中のバージョンであるので、そこら辺のことを理解してくださいねっていう、こんな感じですね。機能が動作しない可能性もありますよと。はい。ちょっと前のバージョンに戻したいよってことであればですね、ここの記述にもある通りですね、公開バージョンに戻す際は、このマイページより公開バージョンをダウンロードして再インストールすれば、前のバージョンに戻すこともできますということが書かれています。はい。じゃあ実際に、このベータ版ですね、これをインストールしていこうと思います。はい。まずこの株式会社 AHS っていうサイトですね。シンセサイザー V で検索すれば出てくると思うんですけども、このサイトからマイページにログインってすると、さっきの画面が出てきますね。この画面出てきますので、ログインしてもらってですね、ログインしてもらって、ダウンロードするボタンで、このインストーラーをダウンロードします。はい、ダウンロードが完了しましたら、フォルダーを開きまして、Linux、Mac、Windows とありますので、使用している OS の方を選択しまして、中にある Exe ファイルを実行していきます。まずは、日本語を選択しまして、使用許諾契約ですね。これを同意しまして、使用するプラグインが入っているかどうか確認して、次へ押しまして、デスクトップショートカットいらないで外して、次へ行きます。
で、ここでですね、セキュリティソフトなんか入ってると、ブロックされたりしますので、これアプリの方許可をしまして、インストールの方継続していきます。そうですね。で、これでインストールの方が完了しました。はい。では、早速変換していこうと思います。まず、インストール済みですね。はい。1.11.0 のベータ1のバージョンになってますね。はい。まず一番最初に開くと、まあ、このような無名トラックでまだ疑いが選択されてませんので、まあ、とりあえずユーマンを選んでいきます。で、選ぶと、最初はまあ言語で日本語デフォルトになってますよね。はい。じゃあここで、オーディオトラックを使います。で、ここでまあ例えば音声が入った、疑いが入ってるやつを、設定しまして、ウェブファイルを、取り込みまして、まあ、このような感じで取り込まれました。これ基本的にはまあ歌声だけが入っているトラックを取り込みます。まあ、一回聞いてみますね。見渡す限り木々の緑に囲まれて、まあ、こういう、声だけが入ったトラックですね。これを取り込みまして、じゃあこの歌声を、ミディ変換して、ユーマに歌わせるためにはっていうところで、ではこのトラックのところで右クリックをしまして、オーディオノートに変換を選択します。で、このボーカルミディ変換の画面が出てきますので、まずはこのノート検出感度ですね。まあ、これはデフォルトが 80% になっているので、まあ、80% で、大丈夫だと思います。もう変えてもそんなに変化はなかったんですけども、あんまり上げすぎると変なところで切れてしまったりすることがあるみたいです。はい。で、これで言うと、まあ、全部チェックつけてあるんですけども、例えばこの歌詞を解析ですね。これ、外してしまうと、歌詞が全部ラララーで、取り込まれる感じですね。まあ、歌詞の方も、取り込みたい場合は、ここをチェックしつけといてください。あとは言語がですね、日本語になってるかどうか確認して、確定で、変換していきます。はい、終わりました。で、これで解析が終わりまして、今こう、ノートが作られたような状態なんですけども、ここでもう歌詞まで見渡す限りっていうような感じで歌詞まで読み込まれてますね。じゃあ一回これちょっとこっちの音の音を小さくして聞いてみましょう。見渡す限り木々の緑に囲まれて両手を分けて飛び回ったり悔しくてやりきれないこともある何回やり直してもはい、こんな感じですね。歌詞一部分間違ってる部分はあるんですけど、ほぼほぼ 90% 以上は歌詞も合っていたかなっていうふうに思います。すごいですね、この機能。本当に。びっくりします。はい。まあ、メロディーラインもほぼほぼ合ってましたね。たまに歌詞が間違えてね、そこを修正してあげればほとんどそこまで修正する必要ないかな。まあ、これゆっくりした日本語なので、まあ、読み取りやすいというのもあるのかなっていうような感じがしますね。はい。こんな感じで読み込みができました。ボーカルのみのトラックが入っているものであれば、まあ、それなりのクオリティで取り込めることが分かったんですけども、たまにちょっとこう、後ろで伴奏が入っちゃってるようなものの、を取り込んだ場合どうなるのかっていうのを、見ていこうと思います。はい。で、例えばこれですね、選んで、これ MP3 の場合ですね、このような、メッセージが出てきます。で、MP3 の場合だと、まあ、正確な飼育ができませんので、ウェブフォーマットに変換しますかっていうので、入ってやると、改めてここで、ウェブに、このファイルをウェブに変換してくれますので、これで、例えば、まあ、同じ名前で保存等してもらえばですね、ウェブに変換して取り込むことができます。はい。で、今これ取り込んでみましたが、これちょっと聞いてみますと、こんな感じでちょっと伴奏が入ってる感じですね。まあシンプルなギター音なんですけども、一応伴奏が入ってしまってますと。これを変換した場合どうなるかっていうところですね。はい。ちょっと変換してみようと思います。はい、出来上がりました。うん。見た感じダメそうですね。はい。一回再生してみようと思います。
やっぱりあの他の音が混ざってると声がどれかわからないっていう感じですかね。たまになんとなくメロディーを追うんですけども、基本的にはもうメロディーはほとんどないですし、歌詞もバラ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 というかもうほぼほぼ取れてないですね。続いてはもうちょっと歌詞が早くテンポ早くて早口のやつをちょっとやってみようかなと思います。またオーディオトラックでですね、ちょっとテンポが早めの曲。舞い上がるシャボン玉宙に舞って弾け出す気泡は真夏のサイダー。少し早口の歌をどんどん取り込んでみようと思います。はい、取り込まれましたね。じゃあ実際にこれ再生してみようと思います。ちょっと元の音を下げまして再生してみようと思います。マルシャナ中にまた手果たす木は七つのサイダー。セミの愚けだが指し示すサイン溢れずもそっと冷やったコーラー。大きじ鉄に孫ウェレしたしたヒャミダミビーやって、イエイ何か始まる。あず暑日差し咲くてかよ昨日もかまな中小フラフラ明日も時熱量。早口の部分はだいぶ潰れちゃってますね。うん、そうですね。なんかこう聞き取れない部分はちょっと英語になってしまったりする部分がある感じがしますね。はい、こんな感じです。はい、続いては英語ですね。英語の歌を変換かけたらどうなるか検証していこうと思います。で、もうこれ取り込んであるんですけども、英語の場合はこのオーディオノートを変換する際に言語を英語にします。まあでもこれで変換するんですけども、私英語の歌声のデータベースを持ってませんので、とりあえず今回はユーマとマイで検証していこうと思います。まずはユーマの方ですね。これ原曲のまあ方がこんなような曲なんですけどもですね。 I took an arrow to the heart. I never kissed a man that... こういう感じのやつですね。これを変換した結果、これユーマで歌って、います。これ聞いてもらおうと思います。Can't show some fire, I wanna steal codeed on my gay got me singing like oops. And when they say the door is only they who paint it back at those oops. So I love it when he did it, I dead and little too, sir. はい、聞いてもらいました。メロディーラインは、まあ、ある程度コピーできてるかなっていう感じですね。ただ、歌詞の方を見ると、歌詞はもうなんかニュアンスでなんとなく拾ってる感じはするんですけども、正解率で言うとそんなに合ってないかなっていう印象ですね。なのでまあ、メロディーはほぼほぼ入りますので、あと歌詞をちょっとこう修正していくような形でやればいいのかなっていう印象を持ちました。はい。じゃあ続いて、今度は前の方ですね。There ain't no gold in this river. こういう感じのやつですね。はい。じゃあちょっと聞いてもらいます。There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. In this island, stay peaceLet me go easy, hold me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to. はい。
こんな感じですね。やっぱり、英語の、まあ、フレーズは、ちょっとね、クオリティはそこまでいってないですが、メロディーライン、ある程度は捉えてるなっていう感じはありましたが、さっきよりはちょっと、こう、外してる回数は多かったかなっていう感じの印象を持ちました。続いてはですね、もともとシンセサイザー V で作った音源ですね。これを、オーディオに落としまして、その落としたオーディオの、音源ですね、ウェブファイルを、取り込んだ場合、どのような変換になるのか、これを、検証していこうと思います。元々の音源ですね、元々の音源を聞いてもらうと、ケーキ屋の前を通りながら、こういう音源ですね。こういう音源が、これが前の歌声であるんですが、これを取り込んだ結果ですね、ユーマで、これを再生してみようと思います。ケーキ屋の前を通りながら、あなたといた場所を思い返してみる。雨上がり、風の強い日。大体はいいですね。少し歌詞が若干間違えているところはあるんですけども、まあ 90% ぐらいはクリアしているのかなっていう感じですね。メロディーラインもしっかり、取れていると思います。いかがでしたでしょうか。まあ早口や英語の場合は精度が落ちてしまうものの、すごい機能が追加されましたね。アカペラで録音したものを取り込んで変換をかければ、あっという間にミリ変換ができてしまうので、作業効率が格段に上がりそうです。皆さんもぜひ使ってみてください。では今日はこの辺で。